いろいろな僕。僕は太郎、5歳の男の子。ご飯だってたくさん食べるし、一人でお風呂にも入れちゃう。もう立派に一人前になったけど、僕はパパとママから見たら子供の太郎。欲しいおもちゃをおねだりしたり、食べたいご飯のリクエストを出したり、転んで痛い時には泣いて慰めてもらう子供の太郎。僕はおじいちゃんおばあちゃんから見たら孫の太郎。草むしりを一緒に手伝って、ご褒美に特別大きなパフェを食べさせてもらって、ママに怒られたことを慰めてもらう孫の太郎。僕はお兄ちゃんから見たら弟の太郎。お化けが怖かったり、虫が怖い時はお兄ちゃんが守ってくれる弟の太郎。僕は妹から見たらお兄ちゃんの太郎。泣き虫な妹を僕が慰めてあげるんだ。妹はあんまり喜ばないけど、宝物のヒーローの人形だって貸してあげちゃうお兄ちゃんの太郎。でもたまに兄弟喧嘩をして、お兄ちゃんも弟もやめたくなっちゃう時がある。僕はお兄ちゃんでしょ、弟でしょって言われるのが好きじゃないんだ。僕は友達から見たら友達の太郎。虫が怖い僕を友達が守って、カラスが苦手な友達を僕が守るんだ。鬼ごっこも手加減しないし、ゲームだって真剣勝負。僕ってさ、子供でお兄ちゃんで弟で孫でしょ。僕がいっぱいいるみたい。なんか変なの。ある日ママにそう言うと、ママは笑いながら教えてくれたんだ。子供もお兄ちゃんも弟も孫も、一緒にいる人から見たあなたの呼び方で、太郎はこの世界にたった一人しかいない特別で大切な太郎なのよ。ママの話はちょっと難しかったけど、一緒にいる人が多ければいろんな僕になれるのかな。お兄ちゃんがいなかったら弟にはなれなかったし、妹がいなければお兄ちゃんにはなれなかったもんね。僕はそんなことを考えながら、お兄ちゃんと妹に喧嘩しちゃってごめんねって言って仲直り。ちょっとだけ僕、大人の太郎になれたかも。おしまい。お話は面白かったぶ？チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。